こんんんにちはこんばんはイノポンですこばの番組では私が行ってきた30年間のビリヤード人生の研究論文を次世代の方にお伝えするものでありこうしたらこうなるよっていうことを知っていただき基本ととして頭に入れれば良いと思い思ますそこからは一人一人の骨格が違いますので自分なりの付き,き方を固めていければ良いと思います。 なぜ基本が大事かと言いますと、基本って何ですかってなりますよね。実はどんなスポーツにおいても基本があり、100人おれば100人が同じことができるというのが基本なのです。基本を知らずに自分なりにしていくと、ある程度までは上手くなります。しかし、なぜ上手くなっているのかわからず、やっていくと、こうついたらこう入るからこう作っていうふうな覚え方をしていきます。その後なんですが、 そこが理解できずに物理的要因を把握しないまま続けていく自我流では壁に当たりその壁を乗り越えることができないのです玉突きにおいても基本があり突くための関節を理解しうまく突くコツをつかむことが必要です簡単ではございますが、えー、イノポンのご紹介しておきます、えー、私は反省を ビリヤードに捧げてきたお店の主でイノポンと申しますよろしくお願いします一昔2008年自分で制作プロデュースした DVD アスリートへの道を基本にリメイクしながらさらにバージョンをアップして初心に帰って基本を中心に 初心者、ビギナーの方でも、ビリヤードの楽しさ、難しさを知っていただき、これから始めようとする第8世代の方、第9世代の方へと受け継がれていくために、いつでも勉強できる教室として発足いたしますので、よろしくお願いします。いろいろな面からアドバイスやラメ出しなどをしていきます。ちょっと厳しいかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。永久の扉はそんなには甘くはないです。 何十回も言われて少しずつ治っていくのです。変な癖ついちゃった人、これ見て治していただければいいですね。一つのことだけではなく複数のことができないと、そして心に残せないと忘れちゃうのが人なんです。私ですが一週間玉をつかないといろいろ忘れています。あれってよくあります。せっかく覚えていたのにってこと結構あります。 以前のアスリートの道では B 級の方がその DVD を参考にして A 級の扉を開いていただけるような形でシステムのお勉強などをお話ししていましたが今回はフォームから全てをカバーしていきますどうしたらうまくつけるかっていうお話を物理学に変換したビリヤードで球を知り聞いただけでも上達するようなお話ですと言っても昔は社会的について 当て前だけを覚えるように自学自習をしておりましたお昔上手いなって人はたくさんいましたよもちろんその方は見て覚えるんや、ええなって言われましたけど基本知らんのに無理なんですって言えませんしえんしえー、これは無理だなって思っていました教えるのって難しいんですよね そこで私は8年かけて自分で資料を集めよくドラマの中に出てくる写真や記事をコピーしていざ実践していったわけですが基本が分からんのに無理やん手が機械なら絶対に外さないんですけどねと外さないようにそれには手を1個ずつ物理学に変換していくしかないと思いこうすればこうなるだからこうするこう使うっていう お話をしていきます。人々は努力して何でもこなせてきたし、私にもできるはず。私は凡人ですが、努力のみでうまくなりました。人は努力と知恵と実践あるのみ、頑張って栄光をあなたの手に。私が必ずすることをお話します。玉をつく前に、どういうフォームでどの動点をどの加減でつくのか、ということがミソになります。後ほど、 詳しくお話ししますああ、こんなことがこうだったのかこうすれば安定するなどと民になるお話は盛りだくさんですどしどし使っていただければ嬉しいですちょっと変わった日本語を喋ったり関西弁も出たりします作るきっかけはお客さんのやつさんがマスターのできるよまあそんな感じで 余談はこの辺におきましてこのカリキュラムの内容をお話ししますでは初めにご紹介いたしますよくわかるアナさんです私の喋りが非常に下手ですので代わりにやっていただきますよくわかるアナさんに示していただきますご紹介いただきましたよくわかるアナですこんにちは、こんばんは足らない部分は私が補足していきます もう一人ご紹介します。わたくしの弟子でつくみちゃんと言います。全くの素人さんですが、わたくしが育てていきますので、よろしくお願いします。つくみと申します。胃のポンさんにビリヤードを。教えてもらうビギナーです。キさえ、触ったこともないです。いろんな質問にお答えしたり、いろんな質問をしたり、ビギナーから見た視点で、 質問しますので、よろしくお願いします。え、年ですかまあ、女子大ってとこですよ。それ以上は聞かないでください。スリーサイズ関係ないでしょ。プンプン。あははは、冗談ですよ。怒っていません。よろしくお願いします。ビリヤード、え、え、難しいよっていう方も、結構おいでになりますよね。 マイナーイメージもあって、ビリヤード人口が減っている世の中かもしれませんが、初心者の方からプロの方でも楽しく見れるよう、ビリヤードに興味がなかった方も、どこかの忘年会でやることがあるかもしれないです。その時に知識さえあればあの人、ビリヤードうまいよねって、言われ、かっこいいよね、ってなるかもしれません。そこで、 このカリキュラムを見ていただきました。ああ、これならできるんじゃないってことになるわけです。自信がある方、自信がない方でも玉付きのすべてを皆さんに教えていきます。もちろん違うよってとこもあるかと存じますが、人それぞれ骨格も違うので仕方ないですが、基本として覚えていただければ OK です。 システムにおいては、オルハウゼンテーブルで何千回もの実践をやってきた結果をお教えするものです。他のテーブルでも通用するのかという疑問ですが、ほぼほぼいけるんじゃないのでしょうか。初心者、フォームから用具の使い方から中級者のここがあかんでえっていうところもお話ししていきます。 初心者からの視点でいろいろ問題や疑問を一つずつ質問形式で聞いてくるつくみちゃんの問題に対して詳しく解決していきます。このチャンネルではポケットビリヤードの参考書としてスキルアップのために作られたアスリートを算出するためにそして逸材はあなたかもしれない あなたのガイドブックとして役立ててください。スリークッションシステムの書は、あります。しかし、ポケットでは詰まるのです。イノポンが考案したつくための基本20話くらいと、改良したシステム三35までご説明させていただきます。こんな時に、知っていればよかった、知らないために負けた、そんな悔しい思いはしたくないものです。その時が来たら、すぐ使えるように、 考案したビリヤードのプロローグを覚え奇跡を起こしませんか入れの確率を上げるためにはビリヤードに関する基本を事細かくご説明いたします人々の思考思い込みと勘違いえそうなの関節の使い方こうしたらこうなるよってことこうしたらよくなるすべての用具の使い方から基本は こうです。基本をマスターしましょう。ビリヤードには覚えておかなければいけないシステムがある。これがこうだからこうすればうまくいく。物理的に物事を考え実行するのです。上級者の考えは素晴らしい理論を持ってプレイしています。あなたにも可能性は十分あります。ビリヤードは練習すれば必ず誰でも上達します。 1>, 1年で A 級に上がるものもいれば、10年で B 級に上がるものもいるのです。なぜ、そんなに、開きがあるのでしょうか環境に恵まれるか否かが最大の要因ではないでしょうか先生がいないからなのです。人それぞれ骨格が違うこともあり、教える方も難しいのです。基本がないスポーツと思われていたのです。このチャンネルに早く出会っていたら、 進歩のスピードが上がっていたかもしれません。次回では、ビリヤードを楽しむために、いるものをご説明させていただきます。用意ができている方は、次へ行ってもらって、OK です。本日はご視聴くださり、ありがとうございます。絶対見たら、得するチャンネルなので、登録、よろしくお願いします。